皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学2年生の歴史、イギリスの市民革命についてお話します。この市民革命が起きる前、ヨーロッパでは政治は絶対王政という形をとっていました。絶対王政というのは、この国王が絶対的な権力を握っていて、これで国を治めて政治を行う仕組み、ね、これが絶対王政という仕組みです。もちろんイギリスもそうでした。で、その頃というのはイギリスというのはあまり強い国じゃなかったんですね。弱小国家、ね、弱くて小さい国、そういう仲間でした。当時力を誇っていたのはアメリカ大陸に植民地を伸ばしていったスペインとかポルトガル、そういう国だったんですね。イギリスが力をつけていったのはこの1558年エリザベス1世がイギリスの女王になった時、この時からです。このエリザベス1世はイギリス国教会、これを確立してスペインのモテヒ艦隊、これを破ってイギリスの最盛期を築いていきました。このイギリス国教会というのは、実はエリザベス1世のお父さんのヘンリー8世、この人が作ったものでした。ヘンリー8世、最初はカトリックの信者でした。で、キリスト教はカトリックの信者だったんですね。で、実は奥さんと別れたいときがあって、奥さんと別れたい、でもカトリックっていうのは離婚を認めていないんですね。でも離婚したい、じゃあ新しいプロテスタント系のキリスト教を作っちゃおうということで、できたのがこのイギリス国教会なんですね。ですから、できたばかりで礼拝の方法とかいろんなことが全く決まっていなかった。それをエリザベス1世がルールを決めていって確立した、こういうことです。そしてエリザベス1世の死後、新しく国王になったのはスコットランド国王だったこのジェームス1世です。これがイギリスの国王になりました、ね、この人は王権神授説というのを唱えていました。何かというと、これは、王様の権利、国王の権利というのは神から与えられたもので、誰も犯すことができない神聖なものですから、国王はどんなことを自由にやっても構わない、他の人はそれを妨げてはいけない、そんなふうに考えていたんですね。そのため議会とか国民の権利、これを無視した政治を行っていました。そしてその次の国王チャールズ1世、この人も同じような政治を行いました。このチャールズ1世に対してイギリスの議会はこの力を弱めようとして権利の請願というのを可決して王様に提出します。するとこれに怒ったチャールズ1世は議会を解散させました。議会を集めたり解散させる権利というのは当時この国王にあったんですね。そしてチャールズ1世はピューリタンの多いこのスコットランド、この国にイギリス国教会の制度を強制しようとします。で、ピューリタンね、というのは、ね、ピューリタン革命とか出てきますけど、このピューリタン、どんな人かわからないのを、まあ、覚えちゃってる人がいるんですけど、ピューリタンというのはイギリス国教会の慣行とか信仰、これに反対するカルバン派のプロテスタントを信じる人たちです。そういう人たちを総称してピューリタンと呼ぶんですね。これイギリス国教会、これに反対してるんですから、これ強制したらもちろんスコットランド反発して、これ反乱が起きて、スコットランドと、ね、イギリス、これ戦争になってしまいました。で、これがピューリタン革命の始まりのきっかけとなったんですね。この戦い、戦争でお金をたくさん使いますよ。ですからイギリスの財政、お金が不足したんですね。じゃあこの不足したお金どうしようか、足りないお金どうしようかということで、新しく国民に税金をかけようと、ね、チャールズ1世、国民に課税しようと、こう考えました。
でも新しく税金をかけるためには実はね議会の承認が必要だったんですよね。で仕方なくこのチャールズ一世は議会を招集します。でもここで勝手にね議会を解散させるんですよね。ですから議会とね国王とうまくいくわけがないんですね。税金かけますよ、賛成してくださいって。賛成しませんよね。で対立 して結局武力衝突に発展します。これがピューリタン革命の始まりです。これ1642年でした。で国王軍とこの議会側の軍でね戦うんですけれど、国王軍っていうのはもう軍隊、専門の軍隊ですよね。訓練された国王軍に対してこの議会があって農民とか商人とか雇い兵って素人の集まりなんですよ。ですからね国王軍にかなわないんですね。圧倒されちゃうんですね。勝てないと。でそこで出てくるのがこのピューリタン革命の主人公になったクロムウェルという人です。クロムウェル、この人はジェントリーという信仰の地主、お金持ちだったんですね。ですからこのクロムウェル、これは自分の財産をつぎ込んでピューリタンからなる独自の軍隊を作りました。これ敵機隊と呼ばれましたけど、この軍隊がめちゃくちゃ強かった、ね、この軍隊が国王軍をどん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 破って勝利して、結局1649年このチャールズ一世は、処刑されて殺されてしまったんですね。その後イギリスは共和制という政治の体制を作ります。共和制というのは、国王を廃して国王を辞めて議会、これが政治を行うという仕組みなんですけれど、このクロメル、もう権力を握ったらもう議会を解散させて独裁政治を行っちゃうんですね。ピューリタン革命途中までうまくいったのに最後は独裁政治で終わってしまったと、ちょっと悲しいですよね。このクロメルの死んだとね、ここからの名誉革命が始まっていきますけれど、イギリスは王政に戻ります。実はフランスに亡命していた、逃げていたチャールズ2世、この人がイギリスに戻ってイギリスの国王になりました。チャールズ2世ね、ここでチャールズ1世が処刑されたのを知っているので、最初のうちは、まあ、議会とうまくやろうとするんですけれど、やっぱり自分は国王だから自分のやりたいことがあると、自分で政治をやりたいとか思ってきて、いや議会に不満を持つようになりました。でその次の国王のジェームズ2世という人がいるんですけど、この人カトリックの人で、イギリスはねプロテスタント系のイギリス国教会なんですけど、この人、カトリックの人で、やはり議会とうまくいかない、権力を握ったから自分の好きなことはやりたいということで議会と対立します。で議会はね、また戦って国王を処刑するというのはやりたくなかったと、ということで国王を追放しようということになるんですね。で国王を追放するためにこのジェームズ2世のところに軍隊を送ります。でそれを知ったこのジェームズ2世、自分も軍隊を出してこの議会と戦おうとするんですけど、かわいそうなことに実はジェームズ2世に味方する人は一人もいなくて、逃げ出すようにしてイギリスから出ていった。ちょっと寂しいね国王でしたね。で議会は国王を追放してオランダから新しい国王を迎えました。でこの革命、血を一滴も流さなかった、誰も傷つかなかった革命なので、これ名誉革命というふうに呼ばれています。そしてその後1689年これ権利の焦点というのが制定されて、これ国王の力を抑えたイギリス議会を中心とする立憲王政、ね、国王はいるけれど政治をする中心は議会だと、ね、そういう政治の仕方になっていって、まあ、それが確立したということです。今回はイギリスの市民革命についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。
ではまたお会いしましょう。さようなら。